はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、パズドラ Z 続きからやっていきたいと思います。じゃあ、レッツゴー。で、その前にね、コメントを返していきたいと思います。まずは、エルシオンとエルドラドのエッグ両方初見で落とすのは運良すぎ。確かに、僕もびっくりしてるんですよね。そんななんか、リアクションは多分薄いと思うんだけど、確かに初見で落とすのはなんかすごい確率が低いらしくて。で、今回もね、ボス戦行くんですけど、落ちるかな？いや、落ちてほしいよね。ここまで来たんだったら。で、もう一つは、相手のアイテムドロップ率は7コンボ以上で確率アップ。で、10コンボ以上で極大アップ。さらにミスリットは1500エナ、ダブルミスリットは1万エナ確定なので、欲しいチップやネカサギのときはラーやクロノゲームなどの時間停止を連れていきたい。確かにコンボをねたくさんするとなんか落ちやすい、プラスいいものがね落ちやすいらしくて、確かにそういうモンスターを、まあ、育成してパーティーに入れて、まあ、曜日ダンジョンとか行きたいね。じゃあ行こう。じゃあね、その前にガチャ引きたいと思います。今回はねボス戦一つのダンジョンだけなので、まあどうだろう、苦戦するかそれか早く終わるので、ちょっとここでガチャでも引こうかなー。さて、10回引こう。7万エナ。やばい。集めないとね、エナ。じゃあ引きまーす。さあ、出てこい。まあ、モンスターもいいんだけど、ハテナのモンスターなら嬉しい。どうだ？微妙かな。ザブシャークのチップ、シェイドのチップ、サギリの神のチップ、エクリプスのチップが2つ、ドーラ、アノウ。マーメイド。カニバサミのお札。何これ？メガホノリン。まだチップ嬉しいな。で、一応今回はね、ニプルヘイムエリアの、これだね。銀箔島ニプルヘイムっていう、まあ、最後だね。で、ステージ1、蒼天竜の庭園。で、相手が水属性が多いので、木属性パーティーで行きたいね。で、パーティーはこれで行きたいと思います。で、レベルもね、少し上げました。50とかだったんだけど、もう70とか71にして、まあいいんじゃないかな。さて、やっていこう。で、まあ、このエリアの歴代のボスがね、もうずらーってね、もう出てくる感じだね。じゃあ、やっていこうじゃないか。まあ気をつけたいね、正直。このダンジョンは。で、今回連れてきた助っ人は2倍の攻撃。貴族性のタイプのね。だからちょうどいい。だから4倍かな？スパイラルストリーム。ストリーマーかな？どうしようかな。コンボは、まあ、なんとなくいけたんだけど。まあ、やっぱ、三色ダンジョンではないから、そんなにコンボは、コンボてか、キドロップが少ないな。まあ、そのために、あ、やばい。あ、やばい。うわ、いや、あ、ちょっと待って。おー、ナイス。ナイス。多分、ここは突破できたね。よし。で、これか。まあ、これは普通に行こう。お、いいね。コンボはできた。残るは。あ、いいね、いいね。9コンボで4倍。ナイス。半分までいけて、多分これ40万ぐらいかな、HP。で、あと2ターンだから全然いけそうだな。ここまでは。どうだ？次でいける。これは完璧にいった。緊張しますね、どんどんね。ナイス。おお、ウィース。アンドリュー、お前 Zボックス は使ってるか？さっき使った。やっぱり、だよな。あれいいんだよな。じゃあ俺そろそろ、それだけ？あれ？それだけ？なんかかっこいい。まあ、だけどこれ確か、もう戦ったことあるよね。アーマーブレイク使おうかな。スキルももうなんかマックスだしね。あとドロップラチェンジ機。これ使って、まあ、また溜まるでしょ、さすがに。
うわ光がいけなかったけど OK。 これいったんじゃない。あ、いったね。 Z ドロップ最高だな。やば、これボス戦でやりたかった。うえ、なんか落とした。 T1 の、え、マーシャル DT1 で、なんかすごい非属性のドロップの主張激しいね、ここ。もったいないけど、まあ消していくしかないよね、木ドロップ。全然来ないね。あー、やばい、消すか。そこ同時に6個だからやばいな。お、え、めっちゃ来た。ナイス、これでいける。できたら消したいな。同時に6個だから、まあ闇1コンボまあ流石ゲット。お、来たね。うーん、どうしよっかな。うーん、なんかそんなうまくいかなかったけど、ナイス。あ、6000か、そんな食らない。なんか意外に結構簡単だぞ。あ、やば、右全然できてなかった。いいね、いいね。さあ、これで突破はできたはず。お、ナイス。で、VS で、まあ、これもね、確かにボス戦であったね。だけど、何気に強いんだよね、正直。あ、闇が。いや、だけど本当にね、育成して、正解だね、これ。超連続攻撃？おぉ。あ、うわ。まあまあ大丈夫大丈夫。んで、どうしようか。いらないものとかは消したかったけど、そんな消せない、消せてないね。おお、ギリ倒せたね。で、ボス戦前の敵、ドロップ裏チェンジキー、まあ6コンボ。あ、ナイス。まあボス戦なんかあっさり来たな。あ、来た。これ落ちるかな。落ちてほしいよね。まずアーマーブレイク使います。ドロップチェンジキ、悩むな。いや、なんとも言えない5コンボっていう。あ、いいね、いいね。半分以上はいった。で、なにこれ、ギガスキルブレイク。なんかどんどんレベルが上がってるね技の名前も進化してるじゃん。あ、いや、あ、いや、いや、いや、4コンボ。え、大丈夫？ 23,000。 これ耐える、耐える、耐える。超連続攻撃。 23,000 だから大丈夫だと思う。あ、だよね、よかった。いやー、なんかちょっと想像してた感じのコンボじゃないけど。あー、さすがに落ちないよね。うわー、ここ落ちてほしかったけどねまあ落ちがなかった、残念。まあダンジョンクリア。
で、新しいエリアが解放されたね。おお。また始まるのか、最初から。はい、ということで一応今回はですね、まあ、やっとニプル?いや多分ニブルヘイムエリアだね。多分ずっと間違えてたね、多分呼び方。まあ次回はね、ユグドラシルエリアかなの、まあダンジョンやっていこうと思います。ってことで最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少し待ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことでバイ。